れれいわれいわれいわれれれいわ数はいつかやわらぎ平和な声ビビバ。こんにちは。今日はね、帰り際。そう。多分ショーフリースタイル TV で多分初めて行くと思うんですけど、多分自分もプライベートでも行ったことないから多分初めて行くんですけど、とりあえず今日はね、あの月に1回のラーメン日ってことで、今日はね帰り際食べたことないんで、あの帰り際で食べてみたって感じで。何のラーメンが美味しいのか分かんないですけど、食べてみたいと思います。あ、これね、今来てるの新作ですね。新作の T シャツ、結構後ろめちゃめちゃいい感じ、インパクトありますね。あ、でも背脂醤油が有名なのかな、京都のラーメン。そうですね。トートなんだ。はい。あ、でもこれにしようかな、今日背脂ラーメンせっかくだからね。一応店の一押しの、はい、全部のせラーメン安いね。普通の醤油とあんま変わんねえや。安いな、130円しか変わらずにこの量ってやばいね。それで、あ、結構値段も良心的だ。唐揚げ、あ、大好きな唐揚げもある。うわ、悩むな。あ、違う、これ味玉だ。味玉ラーメンおすすめだ。これが普通のラーメン、これだ。これが普通の特製醤油ラーメンだから650円で880円だから、230円か。これ全部普通の醤油ラーメンが全部乗せても230円。これ安いね、本当に。チャーシューの量も2倍だから。あ、でもこれもすげえな、唐揚げも3種類あるんだね。あ、すごい、唐揚げ3種類あるの珍しいわ。すいません、特製醤油味玉ラーメンの、唐揚げ定食。
ハラミです。はい。おたさせ油の量普通でよろしいですか。はい、全部普通で。はい、ネギこれ多めにできます。ネギ多めです。はい、ネギを別で容器でお持ちしますので。ああ、はい、あるんですね。あ、じゃあ大丈夫です。はい。あと味噌ラーメンと。味噌ラーメン。はい。これをマヨネーズにで。唐揚げのマヨネーズ。はい。おー、来ました。これが、おすすめの味玉、醤油の味玉。はい、旨辛唐揚げですね。お注文以上でよろしいですか。はい、おかちゃん弁当です。はい、ありがとうございます。めちゃめちゃうまそう。人生初の怪力系だから、これやばい、もうよだれ出てきちゃったもん今で。いただきます。まずスープからいただきたいと思います。あ、すごい優しい。醤油だけどめちゃめちゃ優しい。なんか優しい。パンチが効いて、帰りきゃってこうバーンってきそうだけど、思ったよりも優しい味が。うん、うまっ。あと背脂も超うめ。これはやばい。日本人でよかった。これは多分日本にないと食えないと思う、この味は。さすがにうまっ。そんなことないけど海外行ってもうまいもんね。日本人のラーメン屋さん美味しい。でも美味しい。初めて来たけどびっくり。唐揚げを、これ俺の唐揚げいただきたい。あ、うまっ。めちゃめちゃ幸せ。ヤン忍者、ヤン忍者辛いですかな。ネギとかも普通にこうたくさんあるからこっから入れさせるっていうね。これいいね。これはいいかも。ネギいっぱい足せるのは。思ったよりも優しい。これは美味しい。変な癖もないし食べやすいかな。まあ、点数つけるなら、うん、89点。89点。今日は真面目に点数つけてるよ。美味しい。ちょっとね、この味玉、味玉を食べたいと思います。外はなんか意外とそこまでその色はついてないかなっていう、多少味がついてる、あの色がついてるかなっていう感じかな。ちょっとクリームっぽい感じ。いただきます。うわ、味はめちゃめちゃしっかりしてる。濃厚味玉。色が意外と薄いから、意外と味薄いんじゃないのかなと思うけど、食べたらすっごいしっかりしてる。味が超クリーミー。これはうまい。卵はこの味玉の点数付けるとしたらこれ250点。変態ゆで卵の、変態ゆで卵って言うんですけど、僕は変態ゆで卵が味玉に点数付けたら250点。うまい。
うん、うまい。そしてね、やっぱりラーメンって言ったらこのチャーシュー、はい、チャーシューね、これね、いただきたいと思います。結構薄めな感じで、でも美味しそう。あ、チャーシューもすごい味がしっかりついてる。これ多分下味処理をすごいしてるなって思うですね。まあ、噛めば噛むほどこの肉の旨味がね出てきますね。これは多分でこれスープにすごい合う。うん、まあ、あとネギにも合う。このチャーシューすごいうまい。量もないね、ほんとちょうどいい。はい、昼食行ってもそんなサラッといける感じかもね。うん、唐揚げもなんかすごい食べやすい。結構一口サイズなんでそんなに重たくないから。なんかこの唐揚げの大きさなんかもすごい計算されてる感じがする。軽食で重くならない程度の量なのかなって思うんですよ。うん、やっぱ白米うまっ。白米超うまい。そうか、これは太るわ。うん、うまっ。これは超うまい。はい、めちゃめちゃ美味しくね、食べました。帰り際、まあ人生初の帰り際食べたんですけど、でもなんか優しいね。味が思ってるのに優しくて、正直な感想はすげえ癒されました。はい、ということで今日のね、食事スタイル TV はこんな感じでお別れしたいと思います。さよなら、さよなら、さよなら。今日はね、怪力やからお届けしました。これでね、僕もめちゃめちゃ怪力になったんで、ラーメン食ったら即ダッシュ。 It's timeGoogle 渋谷の街でも Google It's time Google
ショーフリースタイル TV。